はいどうも、枝野正雄です。今回の動画では、初心者さん向けに、うさ団子の注文の仕方、おすすめのスキルの付け方について解説していきたいと思います。もしかしたらね、俺の動画をモンスターハンターライズから始めてよって人が見てるかもしれませんので。まあ、本当にそういった人たち向けですね。まず、お団子なんだけども、解放条件がいろいろあって、ヨモギちゃんから受けれるクエストや、集会場のレベルを上げていったりすると、ハンターランクを上げていったりすると、いろいろ増えていったり、そのお団子自体の効果が強化されたりします。で、今ここに、秘伝、砂糖的大福っていうのがありますよね。これがお団子投擲術、お団子特殊攻撃術っていうのがついてて、複数つくお団子も現れてきます。そして一番ここにある、禁断餡餅。ここはですね、マークがついてますよね。なんか、ぐる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 っていうお団子二つのマークがついてますね。これは、日替わりのお団子です。こういったものも、ヤモギちゃんの黄色い吹き出しのクエストとかクリアしていくと解放されます。で、この日替わりのところは結構いいスキルが発動しまして、まあこれはね、クエスト時に報奨金が多くなると。で、まああと、激運とかもあります。あと、剥ぎ取りが一回多くなったりするやつとか、一回死んでも死んだカウントにならなかったりするものもあります。なので、ここはできればすぐ解放していた方がいいですね。で、他にも色々スキルがあるんだけども、まずは、剣士、ガンナー向けに、それぞれ解説します。まず、両方におすすめなのは、この、催眠と大福。この、お団子待機催眠術っていうのはものすごく、いいです。おすすめです。これはもう、どっちの人にもおすすめです。これの効果は、まあ、これ書いてあるんだけども、約10分ですね。クエストしてから10分だけだけども、攻撃力と防御力がアップしますよと。これはおすすめです。毎回つけていってます。で、剣士の人は、このお団子研磨術っていうつもおすすめですね。特に序盤の方は切れ味ゲージがものすごく少なくて、緑がちょこっとしかなかったり、まあ、黄色にすぐなっちゃったりして、敵がいるところでも研がなきゃいけないと。研ぐときにこれが研ぐ回数が減るよと。ただね、今作は、ガルクってやつに乗って、その上で研げるんですよね。で、研ぎながら移動ができるという仕様が追加されてるので、そこまで重要視してない人も多いですね。まあ、あってもいいかなって感じ。で、特に序盤の方はお団子自体は解放されてないので、おすすめです。で、その次は、お団子防御術。これが解放されていれば、これもおすすめですね。これは、一定確率ですが、敵のダメージが減少すると。これ、一定確率です。で、ガンナーの人は食らわないのが前提で立ち回らなきゃいけないんで、まあガンナーの人にもいいけどね。剣士はちょこちょこ食らったりしてね、すぐ回復して、殴って回復して、じゃあちょっとキリがなくなっちゃうので、もうゴリ押せるタイミングが出てくるかもしれません。で、あと次、医療術。これが小だったりするんだけども、今を進めていくと大になります。で、これは体力回復アイテムの効果が大きくなると。グレートとか回復薬とか。これいいですよね。で、その次に、この耐性系ですね。火耐性、水耐性、雷耐性、氷耐性、竜耐性。ここは、めっちゃダメージ量が変わってくるんですよ。例えばこれをつけてリオレウスの攻撃を受けるのと、つけてなくて受けるのでは、だいぶ差があります。これはね、意外となんだけども、本当にね、つけてった方がいいですよ。なので、俺がいつもつけていく構成は、短期催眠術、この耐性上げて、防御上げたりとか、こういったものがあったりします。あとはまあ、こうだとか、ね。で、まあ、あとは、ここの日替わりをつけたりとか。まあ、基本的にはモンスターに合わせて、短期催眠で、あとは耐性つけて、で、ここの日替わりで何かあればいいなっていう感じですね。で、次、ガンナーさんなんだけども、この砲撃術っていうのもおすすめなんですし、おすすめなんですし、言葉が変だね。この暴れ打ち。これはいい。これがめちゃめちゃいい。そして、このお団子射撃術。これもいいんですよ。いや、結構いいのがあって、ただですね、これら辺は、それぞれ対応した弾とかを使わないと意味がないんですよね。例えばこのお団子砲撃術っていうのは、鉄鋼榴弾。敵にこう、ブンって弾刺して、バーンって爆発するやつ。それの時の威力が上がったりすると。で、暴れ打ちっていうのは、敵に弾がこう、まっすぐに飛んでいくんじゃなくて、撃った瞬間にもうなんかちょっと違う方に軌道がずれていったりするんですね。まあ、要は本当に弾が暴れるということですね。ただ、ダメージ量が増えるんですよ。なので、これは結構つけていった方がいいです。特にテクニックがいるのかと言われたらそうでもないですし、しっかりと弱点部位を狙って打てば、大概それることはないとは思うんですね。なので、これもおすすめです。で、次は通常弾。あ、これちょっと効果変わってるのかな？お団子射撃術ってのがあって、弾、矢のダメージが増加すると。本来であれば通常弾が上がったんだけども、これもしかしたら貫通弾も上がってんのかな？いや、貫通弾も上がってるのであれば、これは相当いいな。ってことは、俺がもしつけるのであれば、こうだな。ガンナーだったらこうだな。あ、でも発動率がすごく低いんだね。
まあそれぐらい強い強スキルってことだね。まあそんな感じです。でね、おマイセットっていうのは登録できるんで、そこに登録すると毎回その選び直さなくても大丈夫になるのでおすすめです。で、俺がよく使ってるのはこの辺なんだね。うん、今改めて見たけど、やっぱり短期催眠、耐性、そして特殊攻撃術、これは上代異常武器じゃないと効果がないんだけども、今ナルガクルガの武器を使ってて、それがスラッシュアックスなんですよね僕で、そこに毒が乗ってあるんで、まあこれをつけてると。うん、で、あとノリ上手とか、これ最初の方使ったやつだ短期催眠、ノリ上手、研磨、うん、これ懐かしいな。あ、で、これは採取用に蜂蜜がたくさん取れるやつと、お腹が減らない、まあ後ろの猫すげえな。あとは日替わりのやつとか、まあいろいろありますね。あと体術もいいんですよ。ちょっと一個一個説明していこうかな。じゃあ、はい、まず金融術がクエストのお金が今回 20% アップみたいだね。少ないね。で、これが、まあ、区内を投げた時のダメージが上昇すると書いてありますが、その後ろですね、状態異常攻撃が強くなる。これは武器についてる状態異常の数値が増えるんで、まあ早めに状態異常にできるってことですね。特に毒とか麻痺とか、まあ、そういった武器にはおすすめです。まあ睡眠もありだね。で、弾かれ術、これはカーンって弾かれた時に、その普段だったら5減少する切れ味が3だったりとか、そういう風な感じです。で、お団子ビルドまあこれどれぐらい上がるかちょっと試してないけど、まあ、ジェスチャーにね、決めポーズ2っていうのがあって、それを行うとムキムキってムキムキってなるんですよ。で、短期催眠術はさっきも説明しました、お団子芸王術、これはハンマーとか笛とか、鉄鋼榴弾の爆発、それの気絶の数値が上がるってことですね。まあ、例えば6回当てなきゃいけなかったものが5回になったりとか、そういう感じです。で、お団子砲撃術は、まあ、その名の通り鉄鋼榴弾の威力とかガラスの砲撃のダメージが上がります。で、アバレージはさっき説明しました。で、これもさっき説明しました。で、後ろの火薬術っていうのはオータル爆弾がオータル G になるので、まあ、それも面白いけどね。まあ、使ってないけど。で、踏ん張り、この尻餅をつかなくなるっていうのは、ひるみ軽減っていうスキルがあるんだけども、例えばマルチとかで味方にこう殴られてこける時とかあるよね、あれがなくなるっていう。ただスキルででもつけれるので、まあそんなに必須ではないかなと。で、壁走りのスタミナが減る。体術っていうのは、コロリンとかのスタミナの消費量が減ると。まあこれ双剣の回避とか、弓のステップ回避とかにすごくいいですね。多分弓の人はこれだいぶおすすめなんじゃないですかね。で、腹減らずはお腹が減りにくくなる。そして弱いの恋は敵のモンスターが弱くなりがちみたいな。例えばモンスターには HP8000 の個体と1万の個体があります。そしたら8000付近の個体が出やすくなるみたいな、多分そういうイメージで今回は合ってると思います。そして乗り上手は総量の時間が長くなる、これはそのままだね。で、防御術、さっき説明した医療術で説明しました復活術、これも書いてある通りだね。自分が死んだ時に味方が1回エリアにいれば味方の体力も回復すると、まあ、要は大技とか食らった時の、まあ、保険みたいな感じかな。まあでもこれもあんまりつけないかな。そしたらね、日替わりの報奨術つけた方がいいし、そして免疫術、防御力ダウンの効果時間が半分になり属性ラレが速くなるぞ。まあこれも意外と良かったりするんだけどね。属性ラレっていうのは自分がその敵の攻撃を食らって火とか雷とか氷の状態じゃなるよね。それがすぐ溶けると。うん、これもまあありっちゃありだな。で、耐性系は耐性が上がりますと。で、どれだけ上がるのかちょっと後で食べて実際見てみましょう。そして、ど根性、火事は、ここは上級者向けっちゃ上級者向けかな。ど根性っていうのは、もうめちゃめちゃ大きいダメージを食らうとき。その時に、本当は死ぬんだけども、それが一回耐えれると。で、火事場っていうのは、その HP がもうちょっとしかない状態の時に攻撃力が上がる。しかもめっちゃ上がる。これはタイムアタックとかする人にだいぶ重宝されるものです。そして、蜂蜜術は取れる数が本来2個なのが3つになったりします。で、これは人玉取りが寄っていきやすくなる。で、環境生物、素材生物が出やすくなる。まあ、文字通りですね。ここも文字通りですね。っていう感じになっております。で、一応全部のクエストクリアしたので、これが全部だとは思うんだけども、ちょっともしかしたらね、まだ上げる方法があるかもしれませんので、まあ、発売してからね、まだ1週間も経ってないんでね、いろんな情報が出てくると思いますが、そんな感じです。それではちょっとお団子、実際食べてみましょう。今、耐性、防具の耐性が、雷、いや、竜を食べようか。竜がちょうどゼロなんで。ゼロから、これがどれだけ上がるのか。これですね。絶対発動させないので、そう、絶対発動させるときは、このお団子剣を使ってください。これめちゃくちゃレアなんで、できれば使いたくない。今俺ここで使うのか。いや、マジか。でも動画だもんな。しょうがない。使います。さあ、ゼロからいくつ上がるのか。これ見たいんだけどね。ちょっとカットしよう。まあ、よもぎちゃんの顔のアップが来たらカットしよう。は
い、ここです。はい、ありがとうございました。明日も頑張れる。イエーイ。さあ、これでいくつ上がったのか。ドゥン、ドゥン。はい。あ、今回10か。10上がりましたね。で、この10っていうのが、どれだけすごいのか。今、緑に光ってるので、おそらくこれでやられにならない状態になってんのかな。でね、今俺は、とある敵に戦いに行くための防具をつけてます。まあ、雷をめちゃめちゃ撃ってくるやつですね。で、その雷の耐性を意地でも上げていきたいと。なので、ここにスキルにこれつけて、プラス20されてます。で、さらにご飯を食えば、プラス30されるんで、もうめちゃめちゃ硬いわけですよ。雷の攻撃食らってもへでもないという感じになってきます。はい。まあ、そういったね、こともできますので、どうしてもこの敵クリアできないよって人は、ご飯を工夫してみてください。それも一つの戦略です。少しでも参考になっていれば嬉しいです。まあ、あんまりね、説明とか解説ってのは俺得意じゃないんで、まあ、間違ったことも言ってるかもしれませんが、そこのところはよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。またね。